皆さんこんにちは、加工鉄ですということで、現在名古屋駅におるんですけれども、私都心からね、もう名古屋駅から30分くらいの秘境駅、上高寺駅、歩行経営駅の帰りでまた名古屋に帰ってきたんですけど、朝から何も食べてなくてね、お腹がめっちゃ空いてますということで、名古屋グルメお昼に食べていきたいんですが、ちょっとね、前々から目をつけていた不思議なところにあるラーメン屋さん、気になりますよね。気になるでしょ。気になりますよね。あつ、はい、そんなちょっと一風変わったラーメン屋さんにこれから行きたいと思います。なんだけど入場券が必要なんですよ。そのラーメン食べるのに紙のね、入場券必要なんです。なので入場券買って、で現金しか使えないから、ちょっとお金をね下ろして、もう一銭も今カードで全部切っちゃうからさ、あの ATM でお金下ろしてから行きたいと思います、ラーメン屋さん。だけどネット銀行なんですけど、私楽天銀行 SBI とか使ってるんだけど、ネット銀行でねお金下ろせるのコンビニぐらいしかないんだよね。名古屋駅の ATM コード使えなくて、ちょっとコンビニちょっとめんどくさいんですけど、探して入場券買ってラーメン食べたいと思います。よろしくお願いします。下ろしました、駅前のローソンで。本当にコンビニがどこにあるかも分かりづらいから、もう現金でちょっとめんどくさいですね。よいしょ、ってことで必死の思いでゲットしました名古屋駅の入場券。これでホーム入っていきます。よし、そして目指すは1番線です。ただね、名古屋駅不思議でしょ、1番線乗り場の案内がないのよ。2番線からの始まりなの。おかしいなって思う方いるでしょ。この今はね使用されなくなってしまった1番線は2027年は、まあ、難しいかもしれないけどに開通すると言われているリニアのために、今はねもう使用停止になってるんですよ。ただその使用停止された区間に、見てください、ホームの上ですからね、ちゃんと線路も通ってるけど、もうね列車が来ることはありません。今はその使用されなくなってしまったホームの区間がもったいないということで、有効活用しようということで、期間限定でラーメン屋さんがオープンしています。人類みな麺類って、あの大阪の結構有名なラーメン屋さんみたいなんですけれども、これがね5月の15日くらいまで、去年の11月11日から約半年間オープンしてるので、これで腹をこしらえていこうと思います。入り口はこちらです。よいしょ、箸とレンゲの準備をして順番を待つと、はい、あ、はい、店内、はい、ありがとうございます。で見て、やばい、めっちゃ美味しそう。そして振り向けば後ろには電車がある。うわ、しかも今1番線ホーム貸し切りだ、すげえうわー、お腹すいた。すごいな、この2番線から降りてくる人の波を見ながら、私はラーメンを食べるとき人類皆麺類何頼めばいいか分かんなかったから、なんか原点の厚切りチャーシューってやつにしてみました。いただきます。チャーシューがすごいよ、見てこの厚さやばいね、このチャーシューがこの厚さですからね。しかもホロホロです。というわけでいただきます。ご飯の音もいいですね。
醤油ベース。美味しい。めっちゃ美味しい。結構醤油味が濃いですね。ただ麺、スープ透き通っててすごく美味しそう。太い縮れ麺。食レポ下手くそなんですけど、いただきます。うん、うまっ。この厚切りのチャーシュー、厚すぎる。うん、これはやばい。サウンドがめちゃくちゃいいですね。この一番線ほんの貸し切りですからね。鉄そばならぬホームラーメンですけどね。去年の夏場は世界の山ちゃん、あの手羽先で有名な世界の山ちゃんとかは、あのビアガーデンをね、一番線ホームでビアガーデンしてました。また多分変わるんじゃないですかね、この店も。平日のね、2、3時とかになると一気に着きます。おすすめです。大阪の店舗だとめちゃくちゃ並ぶみたいですかね。我が地元群馬県高崎市にも幻の一番線があるんですよ。一番線にも欠番になってるんです。っていうのも、あの長野新幹線、今は延伸されてね、話題の北陸新幹線になってますが、昔はなかったんですよ。高崎から先は上越新幹線しかなかったんです。でも1997年にオリンピックに合わせて、長野までね、通称長野新幹線という名目で新幹線が延伸されたんですけれども、それまで高崎と長野を結んでいた特急あさま号とかが全部、特急がね廃止されるようになっちゃって、で一番線特急のこう到着ホームだったんですけども、特急も全部廃止されたから使うことはないだろうってなって、一番線はね今はなくなっちゃってるんです、高崎駅に。でもたまにね、なんか一番線居酒屋みたいなのに、ね、高崎でも行ってるみたいなんですよね。だから今は使用されなくなってしまったこういう一番線を飲食店で有効活用していただけるっていうのが、鉄道ファンからしてもありがたいなと思います。うん、めちゃめちゃすごいボリューム。結構お腹にずっしりしますね。なんかこれより熱いチャーシューもあって、これは1300円で、もうこれより熱いのは1600円なんですけど、まあこれは限界かな。
線路の上でラーメンを食べる経験なんてないでしょ、もうこの先。まあ列車が走ってればね、あの駅弁とかは列車の中で、まあ事実上線路の上で食べることがあるかもしれないけど、さすがに列車の中でラーメンって、まあ、サフィール踊り子とかヌードルバーとかあるけど、線路の上でラーメン食べることはないだろうな、この先も。今日は本当にあったかいんで、もうニット1枚、薄手のニット1枚ですけど、ホームにでも全然寒くないです。美味しいわ。食べログ を見てきたんですけど、食べログでね、ちょっと酷評みたいなのがあって、実際どうなんだろうと思ってきたけど、全然美味しいです。食べかけのとこ申し訳ないんですけど、このチャーシューも素敵なんですが、それ以上にこのメンマめっちゃ美味しかったですよ。でなんか器にメンマや大門って書いてあるんですけど、やっぱ有名なところのメンマなんですかね。このメンマすごい美味しい。あと人類ミナメン類って書いてあるんだけど、これは何の柄をイメージしてるのかな。なんか蒸気機関車の下の方なのかなと思ったら、そうでもなさそう。宇宙空間をイメージしてるのか何なのか分かんないけど、こんなパイプとか宇宙っぽい柄の、月が見えてるからロケットの中とかなのかな、分かんないけど、こういう装飾がされてます。あ、また列車到着してすごい人。ごちそうさまでした。美味しかったです。ちょっとあのスープ塩分高いんで全部飲み干すことはできないんですけど、完食いたしました。でこの入場券なんですけど、特別なんか確認されるとかはなかったんだけど、食べログの情報によると、この入場券とか乗車券とか紙ベースのものを持ってないと食べれないってことで、 IC カードとかスイカとかだとダメってことだったんで、一応ねこれ買って皆さん持っておいてください、食べに行こうと思ってる方は。ということで、ごちそうさまでした。ありがとうございました。満たされた。帰りはね、自分で食器を返却して、強い風で落ちちゃいましたけど、ちゃんと拾いました。あのね、列車がブンブン走り去るんで、列車風がすごく吹くから、ちょっと寒かったり、スープがすぐ冷めちゃうから早く食べなきゃいけなかったりするんですけど、めちゃくちゃ美味しかったです。返却して帰ります。ごちそうさまでした。名古屋駅ありがとうございました。お家に帰って編集します。ではまた。ということで、ラーメンを一番線ですすってお家帰ってきました。で実はあの人類ミナメン類、あれ人類ミナメン類合ってるの中で、ヒューガルデンホワイトビールをね頼むこともできたんですけど、うっかりしてね、ちょっと頼むの忘れてしまったので、ちょっとお家にいただき物の
今日欲しいなじゃなくてちょっとねライバル的な感じになっちゃったスーパードライになったんですけれども、どうしても飲みたい、ちょっとしょっぱくて喉がカラカラになっちゃったね、どうしても飲みたいということで打ち上げのおビールいただきたいと思います。まだ昼間なんですけれども、あらやだ。というわけで皆様お疲れ様でした。乾杯。あーうまっ、久しぶりに飲むアサヒもうまいな、キリッと辛口ですね。で最近大好きなあのノージェスっていうところをね、この指輪とか買ってる私の大好きなジュエリーショップでちょっとねセールをしてたので、このピアスかわいいでしょ、このループのピアスとチャーム左右違うので買ってしまいました。はい、どうでもいいですね。ということで編集頑張ります。それではまた、価格でした。バイバイ、お花見、お花見。